わらアート。新潟市西蒲区は先月28日、上関型公園にてわらアート祭りを開催しました。稲わらを活用して制作するわらアート作品は、新潟市西蒲区と交流のある武蔵野美術大学の学生が制作したもので、迫力のある立体作品が公園に訪れた人たちを楽しませています。わらアート祭りは武蔵野美術大学と新潟市西蒲区が町おこしプロジェクトとして2008年から実施しており、稲わらを使い動物や昆虫など大型でユニークな作品を制作し公園内に展示しています。使用している稲わらは新潟市西蒲区内5つの小学校の学校伝のもので、前年に採れたものを使っています。今年の作品のテーマは喜びをもたらすもの。武蔵野美術大学の学生たちが約2ヶ月前から話し合いテーマを決定しました。参加している学生は総勢24人、8人ずつ3つのチームに分かれ、作品のデザインや骨組みなどの制作を進めてきたといいます。武蔵野美術大学の学生たちは事前に来県し、1週間をかけてキリン、松、招き猫の3体を完成させました。2020年度は新型コロナウイルスの影響により中止、2021年度は武蔵野美術大学の学生がコンセプトとデザインまでを考え、実製作は西蒲区のボランティアによる制作となったため、学生たちが来県しての制作は3年ぶり。例年は5体のわらアート作品を制作していますが、コロナ対策により制作する人員を制限したため、今年の作品は3体となりました。それぞれの作品は3メートルを超える大きさで、見るだけではなく触れて楽しむことができます。この日は武蔵野美術大学の学生が作品の説明を行い、作品への思いや見どころなどを説明しました。このキリンは、中国の珍獣で、降り立った地に喜びをもたらすと言われている、すごい長い時間をかけて作った思いが詰まったキリンになっています。ウロっていうのがすごい難しくて、剥げてしまったり分厚くなってしまったりで、わらの量を、キリンを制作した学生は、キリンは降り立った地に喜びをもたらすと言われている神獣です、新潟の地に降り立たせたいと思い作成しました、長い時間をかけて作り思いが詰まったキリンになっていますと話しました。松を制作した学生は、不老長寿の象徴である松の木を作りました。松の木をそのまま作るのではなく、盆栽の形にすることで新潟の豊かな自然とより調和するところが見どころですと紹介しました。招き猫を制作した学生は、この招き猫は両面に顔があります。左手を上げて米俵を持っている方が人脈を表していて、右手を上げていて小判を持っている方が金脈を表しています。鈴が鳴らせるようになっているので、自分が欲しい脈の方を鳴らしてみてください。両方の顔の違いを出すことに苦労しましたと説明しました。この日は雨や曇りの天候でしたが、親子連れなどが訪れ記念撮影をするなど、わらアート作品を楽しんでいました。わらアート祭りは10月31日まで開催しています。 2K ニュースでした。